はい、どうもりです。実は、ランク1どこに入ってきてもらってます。今回すごいんだけど、スプラトゥーン2を買って、でパッケージ開けてすぐにプライベートマッチに入ってきてもらいました。多分無料体験版とかもいじってると思うので、まあ、多少は動けると思うんですけど、製品版ではランク1の初心者の子です。今日はちょっとね、特殊なことをしたいなと思いまして、ランク1の初心者、最初、縄張りバトル入っちゃうと、強い人たちにやられてしまって、とても悲しいことが結構あると思うんですよ。なので今日はちょっとその逆をしたいなと思いまして。ランク1のプリンさん以外の方には、平和な試合にするよって言って、ランク1の子は倒さないであげてねって、あらかじめ伝えてあるので、まあ、簡単に言うと接待プレイみたいになっちゃうんですけど、一応平和なプライベートマッチが作れると、思います。猫鳴いてる。おー、最初味方だ。オッケー、勝たせてあげたいですね。てかこれは俺もあんまりキルしないで、相手チームキルしないでプリンさんに他の人たちをキルさせてあげよう。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、待ち伏しました。バッテラストリート縄張りバトルです。よろしくお願いします。最近ね、生放送を YouTube 以外でインスタライブとかでしてるんですけど、そういう時にランク低い子がやっぱり買ったばっかの子が高い子にやられてしまうみたいな、そういう話をよく聞くので、こういう平和なね、部屋はねとてもいいと思うんですけど、プリンさんいるね。ちょっと周り塗ってあげようか。足元塗ってあげよう。あ、でもうまいね、うまい。お、強い。いけ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 。いけいけ。やれやれ。相手攻撃してかないぞ。うまい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 。うまい。いけ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 。ここいる。ここいる。いけいけいけ。ナイスナイスだ。ここにもここにもいるぞ。インカマをどうぞ。やっぱ実況動画見てたからかな。あと体験版の最近の影響で。ナイス、いいね。ちなみに言っときますけど、この子たちは初心者じゃないですからね、皆さん。この子たちは。この子たちはね、普通の人。ランクに星がついてるような人だから、協力者ですね。どこ行った？プリンちゃんいた、プリンちゃん。あ、プリンちゃん、ここに敵いるぞ。パブロがいるぞ、パブロが。パブロが。いけ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 。いけいけ。倒せた。あ、そろ、俺だ。あれ？敵いなくなったね。あれ？あ、足元塗ってあげよう。さ、ランク1うまいなぁ。うまい。頑張れ、頑張れ。ナイス！横にもいるぞ、横にも。これ敵だぞ。プリンちゃん、これ敵。いけいけ、一緒に行こう、一緒に行こう。あ、分かった、俺が倒しちゃった。俺が倒しちゃった。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。あれ？消えた。いた。いいね、伸び伸びやってるわ。もう降りてきた。出てきて、降りてきた、急に。ちょっとボム投げとくか。ナイス、ボム。このボム投げとく。やっぱさ、最近さ、その体験版スプラトゥーン2であったからさ、腕前とかもさ、低いけど、やっぱ、プレイ、ナイス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 。いいね。お、ここまたいる。ここまたいる、ここまたいる。あれ？いなくなっちゃった？どこ行った？あ、いた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 。ちょっと塗ってあげよう、周り。やっぱり周りを塗ってあげるのが大事。あ、後ろにいるぞ。一緒に行こう。相手チームも優しいな。協力してあげて。ね。相手チームも優しいよね。平和だな、これ。平和だ。お疲れ様でした。おお、勝った。勝たせてあげれた。ありがとうございました。
おお、6人倒してる。はい、マッチングしました。ビーバスパークの暴れバトルです。よろしくお願いします。敵なのでね、倒さないようにしないと。あ、いる。やっぱ若葉しか持ってないんだな、ランク1だから。あ、さっきは皆さんありがとうございます、本当に。いや、手伝ってくれる人も優しいよね。こんなんさ、いい企画だと思うんですけど、この優しい企画に参加してくれるなんて、優しい人しかいない。あ、待って、ちょっといつものさ、癖でさ、めちゃくちゃ前まで出ちゃった。戻ろう。これいつもの癖なんだよな。前に。うおー、危ない、ボムだ。あれ、若葉シューターだよね。どこだ？あれかな？これだ！これだ！ちょ、ボム投げたらボムに当たりに行こうかな。あ、パブロ、どうする？あ、ナイスナイス。敵なのに応援しちゃった。え、来たぞ。やられてあげよう。あ、ボムにやられなかった。あれ？あれ？プロモデラーか。あれ、若葉いなくなっちゃった。あ、これだ！パブロが。うちのパブロが頑張って倒さないようにさ、スーって言ってた。どこだ？どこにいるんだ？相手のプロモデラーがやられたな。若葉どれ？あ、あれか！若葉これじゃない？どっちが？あ、こっちだ！こっちだ！あ、強い！今度俺が。あははは、ボムに当たりに行く。いいボム！楽しんでくれてるかな？ちょっとぬるすぎるかな？相手弱すぎーとか思ってるからな、私。センスあるってなってるかな。もうちょいなんか、あれかな、骨のあるような動きした方がいいかな。ちょっとうまい動きを入れていくか。どこだ、若葉。あ、こっちが。じゃあ、うわぁ危ない。若葉いいんじゃない？ちょっと狙ってみるか。びっくりしてるか？ちょっと狙ってみよう。ほら。ちょっとやばい。気づいたぞ。うわ、挟まれた。危ない。クソ、やられた。でも。フェス T 来てる。あ、そっか、フェスも参加できるのか。どんな感じ？おー、相手チームが余裕で勝ってますね。パブロが、うまいやられ方してるな。強い。いやー、よかった。うわ、めちゃくちゃ黄色強いんだけど。マップだけ見るとめっちゃ強い。おー！ 8 キルだ！はい、マッチングしました。箱ウグ倉庫です。まあ、最後は箱ウグ倉庫でやっていこうかなと思うんですけども、敵かな？敵だね。ここも狭いからさ、ステージ。さっき8キルだっけ？もっとキル、取ってほしいな。30キルぐらい取ってほしい。あ、ガチマッチとかのがいいかな、そうしたら。まあでも、いいんじゃないですか？なあ、バリバトルも、キル取れたら嬉しいしな。どこにいるんだろう？ん？あ、これだ！この子だ！あナイスキル。おー、でもランク、俺がランク1の頃よりね、多分上手いと思う。そんな気がする。そんな気がする。よし。まあ、ちょっとこの試合はね、まあ、さっき結構ぬるい試合すぎたから、他の人たちもうちょいキル入れていいよって言っといたので、まあ、ちょっとだけ多めに戦いましょうか。おー。とか言ってたら一人倒しちゃった。よし、これで。初心者の子追い詰めよう。追い詰めつつ、やられていく。なんだやられていくって初めて言ったら。あの、すごいいい試合してる感出てるよ。インカーマ使いましょうか。ほい。
わーおすげえ初心者の子だ。なんかだんだん上手くなってきてない？あれなんかバッテラストリートでやった時よりちょっと上手くなってきてないか？さっきより上手い。まだ下いる？これ誰だ？あ、インクアマしてる誰か分かんなくなっちゃう。うわーボム危ない。あ、この子か。ちょっと倒してみようかな。おお、オッケー。ついにこれでやられたのか。初心者の子が。ここでちょっと逆転しとこう。一旦逆転しとこう。インクアマどうぞ。あ、ジャンプしてきたね。うわお危ない。危ない、危ない、危ない。あはは、やられた。隠れてた。おいしょ。おいしょ。おお、すごい、ここ。すごいよ。ここすごい、ここ。ここすごい。うわ、スーパー着地！うわ、初心者の子だけ生きてた、最後。いい試合だったんじゃない？どっち勝ったんだろう。あ、勝っちゃった勝っちゃった最後勝っちゃったよ。最後のスーパー着地だな。あれが決めてだろうな。あ、7人も倒してる。